きチャンネル。こんばんは。さあ、終わりました。クライマックスシリーズ、ファイナルステージ、初戦。セバともにね、今終わりました。佐々木しっかり見てましたよ。二画面にしてっていうかね、二画面のテレビで見れるときは二画面で、二画面のテレビで見れないときは、ダゾーンとテレビでしっかり見てきました。ということでね、お送りしましょう。まあ、結果から言うとね、パリーグ、オリックス対ロッテは1対0でオリックスの先勝。これでアドバンテージを入れたら2勝です。そして、ヤクルト対巨人は4対0でヤクルト。こちらもアドバンテージを入れたら2勝ってね、いうところで試合になってきましたけども、チェックしていきましょう。さあ、ということでね、まずはパリーグからね、お送りしましょう。この試合ね、本当に大事な試合。まあ、山本はね、もうこのシーズン終盤、リーグ優勝に向けても負けられない試合で、一回も落とさずに15連勝してシーズンを乗り切った。そして、昨日の動画ね、言ったと思いますけども、5月の19日に山本はロッテ戦、ね、最後に投げて、まあ、今年1勝1敗だけども、それが今年最後の敗戦。そしてそれから15連勝して、山本と対戦しなかったから、ロッテが2位になれたのか。はたまた、山本がロッテと対戦しなかったから、15連勝できたのか。それが、明日の試合でわかるって言った時に、結果、1対0、山本、完璧な、ピッチング、9回完封、126球、4安打、10三振、無四球。ね、ほんと素晴らしい。しかも、9回、119球目に、156キロを出すっていうね、素晴らしいピッチングで。で、まあ、中15日っていうね、その中をね、こう、感じさせない、非常に素晴らしいピッチングだったなと。ということで、結論です。山本が、ロッテ戦に投げなかったから、ロッテは、いい戦いができたっていう風、結果になっちゃいました。まあ、仕方ないね。もしあれ山本がね、15連勝のうち、3回でも投げてたらね、3勝っていうことは、ゲーム差3分だから6勝分ぐらいね、違うくなるっていうところでね、やっぱりまあそれもね、あるんでね、なんかコメント欄で西武ファンの皆さんがね、いや、山本、西武ばっかり投げてきてっていうね、ところ見ましたけども、そのね、シーズンの兼ね合いっていうのも、今日の試合見たらね、ロッテにとったらやっぱ2位っていうところでは、山本とね、今年2回しか当たらなかった。しかも15連勝中、絶好調になってからは1回も当たらなかったっていうところは、やっぱ2位に向けてね、大きかったんじゃなかったのかなっていうね、ところはね、今日の試合で実感しましたね。ということで、今日の試合、振り返っていきましょう。さあ、ということでね、まず気になったとこからね、行きましょう。まずね、初回、ね、ロッテ、いきなり荻野がね、ライト前ヒットでね、出塁、おっと、やっぱり、ロッテは、行くのか。あ、それと、井口監督はね、山本に、悪い印象は全くない。でしょうね。15連勝の時で当たってないんですもんね。っていうね、感じ、思いました。コメント見てね。で、荻野がヒット。で、マーティン、ファーストゴロね。ここで、バットプレイが出てしまいましたね。T 岡田。まあね、すぐベースが横にあったんでね、ちょっと後ろに下がりながらね、2歩下がって、で、ベース踏んで、セカンド投げて、荻野に当たってね、セーフになりましたけど、あれは、すぐセカンドよ。すぐセカンドに投げて、マーティンは足骨折してんだから、走れないのよ。全力で。だから、その足が全力で走れないっていうことを、頭に入ってれば、あそこはまずセカンドアウトに取って、ファーストをゆっくりアウトに取るっていうダブルプレーができただけに、あそこはもうちょっとマーティンのね、その骨折っていう部分の足をね、もっと、気にしなきゃいけなかったんじゃないのかなと思いますね。で、得点圏行ってね、おっとこれで中村レアード打つのかっていうところでね、中村、フォークボール、ね、三振。そしてレアード、最後ね、カーブ、ゴーン、一人ゴーンなってたからね。あれ、まあ、初めてね、カーブは今日の試合投げたけど、でも山本はね、このツーストライク追い込まれてからの勝負球ね、カーブって結構あんのよ。シーズン中、フォークと同じように。っていうぐらいでね、しかもナイスピッチングっていうね、ところでまあ踏ん張って、そのね、1回の裏、ね、石川、ワンアウト取ってから、宗がね、フォアボール、吉田、センターフライ。吉田ね、今日センター前打ちましたけども、今日のプレー見て、吉田はもうね、大丈夫。何も心配いらない。普通にプレーできます。結構フルスイングしてたしね、ちょっと怖いね。そうなってくるとね、非常にいいバッティング。もう心配ないねっていうね、感じのバッティング。まあね、ハムストリング、肉まだれ、そして手首骨折からね、すごい回復力ね、非常に、しっかりリハビリしてきたんだなっていうのをね、感じましたね。で、ここでね、吉田が、センターフライ。ここもしっかりね、振ってのセンターフライ。で、杉本、おっと、杉本ね、
昨日も言いましたけども、対ね、ロッテ戦4割3分ね、ホームラン32本中13本、打点23と、で三振は少ないと、でフォアボール7個も少ないと、OPS 脅威のね、1.409 と、もうね、すごいっていうところでね、どう、1打席目どうなるのかっていうと、結果、フォアボール。2アウト1塁で、ほぼ勝負避けたね、1球目ね、カットボール、ボール、ね、2球目インコース、ほぼデッドボールかっていうぐらいのボール、で、3球目もカットボール、ボール、3ボールになって、で、カットボール見逃して、最後はもうこれ勝負してこないなっていうところでね、杉本も、フォアボール。おい、初回から、いきなり2アウトなのに、ほぼ敬遠気味の、もう勝負避けてるよみたいな感じでどうなんのかなって言ったところで、T 岡田がね、ライト前タイムリー。ここね、3ボール、3ボール1ストライクからストライク取りに行ったね。杉本をあそこまで警戒するんだったら、T 岡田をもっと警戒しないと、スーってね、甘め取って、それをね、T 岡田がね、しっかり打ったっていうのはね、グッバッティング。なんだけども、で、ライトね、山口。ちょっと取ってから遅いね。あと、返球弱い。だからね、ここもう最後、ふわーふわーってゆっくりになってたもんね。で、そこをね、胸がしっかり返ってきてね、楽々セーフ。あの打球で楽々セーフってないと思うんだけどね。ちょっとね、ファーストステージの時もね、杉大地のちょっと横に逸れたっていうのもあったけども、ちょっと、こう、残念だね。丁寧に行き過ぎたのかな、その鈴木大地のことがあったからね。もうちょっとね、アグレッシブにバッティングみたいにね、行ってほしかったなっていうところはね、ありますね。で、ここでね、お、1点取って、お、どうなるのやって言ったところで、ね、2回で、ね、エチェバリア、レフト前ヒット打って、で、山口三振のところを若杉がね、三振ゲッツ、グッソール。ここはね、ナイス送球だったね。山本助けたね。で、まあ、4回もね、2アウトから荻野がね、今日2本目のヒット打つけども、マーティンが三振。で、4回ね、ここ、中村。先頭ね、レフト前ヒットで出て、デレアード、で、センターフライ、エチェバリア三振。で、山口、時に、中村がね、盗塁、若月冒頭、パーッと。ここ、足、ちょっと守備、足引っ張ってるよ、山本の時ね。で、その後ね、山口したら最後、カーブ、アウトコース、コースもギリギリいっぱいの落差あるね、ダイスボール。もう山本に助けられてる。ね、若月こうやって後やってたけどね。まあ、ああいうのはね、避けていきたいね、山本が投げてるだけにね。あれもうね、投げない勇気だよ。あれ多分ね、させない。あんだけ外れてて、で、中村もいいスタート切ってたから、あれさせないから、ね、若月も投げない勇気がね、必要だったね。あそこは。ちょっとね、失点に絡まなくてね、よかったなっていうような、プレーでしたね。で、それとオリックスのね、攻撃は、5回裏、ね、紅林、ね、ファールフライ、山口。ナイスプレー。ね。で、若月アウト。で、2アウトから福田がライト前。で、宗がライト前ヒット打って、で、1、3塁。で、吉田ね、フォアボール。これを勝負避けられてたね。で、杉本。これどうすんのかっていうところで、まあ、初球ね、このシンカー系、ツーシームかな。サードゴロね。ここで杉本が1本打ってたら、もうね、楽勝な展開だったかなっていうね、ところは、ありましたね。で、で、もう一つ気になったのが、エチェバリアのね、サードゴロ、胸ね、ナイスプレイして取ってね、リクエストになったけども、T 岡田のね、背がでかいことによってね、あれアウト。リプレイ、ね、リクエスト見ましたけど、あれはアウト。ね。だから、ファーストでかいやつっていうのはね、結構有効的なんだよね。あ、ちっちゃかったらね、取れてないからね。そういった意味でも T 岡田ね、ナイスプレイ、だったかなと、思います。で、全体的にね、もう山本良かったから、まあね、ロッテは、マーティン、レアードが打てなきゃ終わりってね。で、まあ今回も今日もね、完璧に抑えられたんだけども、まあ山本はね、打てない。正直ね。で、その中でね、守備も頑張ってよ。6回裏ね、ラベロが、宇宙海ね、ツーベース打って、足立のショートゴロで、エチェバリアのこと、座りながら、ナイス。すっごいプレイ、すっごいしょうもないミスするけど、すっごいプレイもするんだよね。だから、簡単なやつも雑にいかないでちゃんとやってほしいよね。そしたらもっと評価上がるんだけどね。でもあれはすごいね。ナイスプレーだったかな。で、全体的に、見た中でね。まあ、結局ね、1対0っていうところで、まあ、もうね、ほぼ、ロッテは終盤ね、チャンスすらなかったっていうところでね。まあ、唯一、あったっていうと、まあ、初回かな。初回で1点取れるかどうかっていうところでね、中村、レアードがアウトになったっていうところが、まあ、あそこ、唯一あそこかな。逆にね、オリックスはね、そこ2アウト、からフォアボール2つ、杉本もね、2アウト1塁からフォアボール選んで、T 岡田が1本っていうところで、まあこれね、まあ、山本が投げてるっていうところでね、まあ1本で取れるか取れないかっていうところで、オリックスはしっかり取った。ロッテは取れなかったっていうところが、結果勝ち負けにね、ついたかなと。まあ石川もね、全体的に、素晴らしいピッチングだったかなと。
7回93球5安打2三振3四球1失点とね、非常にいいピッチング。まあこれはもう仕方ないね、これで負けたらね石川の責任じゃない、打線っていうね、いうところになりますけれども、でもね山本のピッチングにね目が行きがちだけど、山本がねもちろん 90% ぐらいすごいんだよ。でも若月ナイスリードね、どういう秘密があるのか、それ一部だけね、全体で一部だけちょっと紐解いてると、やっぱりねストレートはやっぱ速い、変化球も何来るか分かんないっていうところで、それをもっと何来るか分からないようにしてるのがこのね配球だね。それ何かっていうと、30人打者いたの、打者30人のうちにストレートで入ったの9回だけ、ということは3割よ変化球だから、7割のバッターには変化球から入ってんだよ。しかも続け球は2球まで、3球以上同じ球種続けないっていうところで、やっぱりそれね、すっごい球持ってるけど慎重に慎重化して、やっぱりねいろんな球を使いながら絞られないように、そして相手の逆を行く配球をして、組み立てていくっていう、こんなすごいピッチャーなのに一辺倒ならないで相手に気遣いながらやっていくっていうのは非常に素晴らしい。しかもねホームラン打たれるわけにいかないっていう、ね、状況の中でね、ストレートにね頼りがちなとこあるけども、30打者中9打者しかストレート入りしてない、であと2球以上、まあ、2球までしか球種を続けない、非常にね若月も素晴らしいリードだったかなと思います。まあということでね、結果1対0でねオリックスの勝ちっていうところになりましたけどもね、明日が三馬がね来たね、ロッテはね、でオリックスは田島、まあ田島がね終盤いい形でね投げたっていうところもありますし、田島はね、対ロッテ防御率ね 2.37 っていうね、オリックスの中でね、先発回数7回、クオリティスタート6回、3勝1敗とね、三振も一番多いし、被打率も非常に少ないっていうところでね、ロッテに相性いい田島がね2戦目で、三馬がねまあオリックスに対して防御率 3.41 で、ね、5先発して2勝2敗、被安打2割7分4にちょっと打たれてるって中で、まあ俺は川村かなと思ったけどね、これ三馬どういうねピッチングになるのかね、明日もしロッテが負ければねもうリーチかけられちゃうっていうね、大事な一戦になります。結果明日もね先発ピッチャー次第かな、ロースコアの展開に、ね、なりそうな気がしますけども、そこでねバカバカバカって打たれたら負けちゃいますよ。さあ続いてヤクルト対巨人っていうところで、4対0でヤクルトの勝ち、奥川完封勝利っていうね、奥川もね中11日っていうところで、まあ、奥川がね10月19日対阪神戦先発して5失点してるっていうところでちょっと心配してたんだよね。で10月29日の対広島戦にこのね調整登板サイニングだけして、まあ、そこは無失点で抑えたんで、まあ、そこから中11日ね、先発からすると本当にちゃんとロングイニングっていうかね、きっちりした先発っていうと中はね21日っていうね3週間ぶりっていうところになりますけど、どうかなと思って、ね、この阪神戦もあるしなっていうところはもう心配だつ、完璧なピッチング、ストレートも走ってたし、基本ストレートカットフォークっていうのが多かったけども、多分ストレートが走ってるから全部の球種が来たね。だから左バッターとかのインコースのカットボール系の膝元もう見てる方はねすっごいボールに見えるけど、もうクルクル振るんだよね。ということはストレートが走ってたっていう証拠だし、あと4回表の坂本ね、この3ボールノーストライクからのストレートに148キロ詰まってたからね、坂本、まあ坂本のね状態がちょっと上がってないっていうところはあるけども、3ボール0ストライクっていうのはバッターもまっすぐ1、2の3でいくわけよ。それを引っ張りも切れないで詰まってたからね、内野ゴロ、あれを見た時にあやっぱり奥川ストレート走ってんなと、それはフォークもねキレキレになる、カットもね振ってくるっていうところで、1試合通してね非常に素晴らしいピッチングだったかなと。9回ね98球6安打9三振無四球ね、完封っていうところでね、球数も少なく非常に素晴らしい、ピッチングだったかなと。でその中でね、まあ、初回ねその奥川がね松原ショートゴロ、若林三振で坂本ね、ライトフライと3人で抑えて、でその裏の攻撃ね一番正味ね、ツーベースしっかり打ってね、で、青木がねこのちょっとなんか差し込まれて気味での空振りしてたけどもね、ちょっと引っ張り込んでね最低でも進塁だ、ああいったところはもうベテラン、俺はああいうのが好きね。その後山田がフォアボールで1、3塁になってから村上のファーファーファーっていうね、ちょっと坂本がちょっと下がりながら取ったやつを塩見がタッチアップでホーム悠々セーフ、グッとナイス、それあれは非常にヤクルトをねやっぱ勢いづける1点になったかなと。でまあね昨日言ったデータ通り塩見はね
ヤクルトの中で最多の得点15っていうねところをね取ってるっていうところでね、巨人戦ね、やっぱああいうところのね、隙もない全力疾走、まあ今年ね、ヤクルトがやってきた全力疾走っていうところがね、まあこういう大事なところでも生きる、あの内野フライでね、タッチアップっていうのは非常に大きい。でね、風って言ってたけど、そんな、まあ吹いてたかもわかんないけど、そんなびっくりするぐらい吹いてなかったと思うよ、これはね、あの旗の歓迎見てた。あれがもし、マリンより大きい旗なんだったら、揺れが、浅いの見えるけど、マリンもっとわざわざわざって揺れてるからね、自分ファーン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 って感じだったから、まあ、吹いてたと思うけど、なんかそんな言うほど吹いてなかったんちゃうかなって思うけども、あの塩見はねナイス走塁だった。でそしてそこで終わらないでね、ちょっと気落ちしたから、山口ねサンタラにスライダーちょっとね高め、コースは良かったけど高めに入ったところをね引っ張り込まれてレフトへねツーラン。これで一挙に3点は巨人からしたら出花くじかれていたかったよね。でも昨日言ったデータ通り、サンタナはヤクルトの中で対巨人8本ホームラン、山田よりも村上よりもオスナよりも打ってんだよね。まあ村上が8本だから一緒なんだけどね。でしかも驚異のね OPS も 1.100 と、で打点も19っていうね、ところでやっぱこのね対戦成績のデータ通りにサンタナがね、だからサンタナが5番になったのかな。で、6番中村。で、7番オスナ。オスナがね、この昨日言ったように最低ね、2割2分5厘とね、巨人戦打ってないっていうところでね、そこの打順入れ替えたのが、功を奏してね、高須采配、グッズ。非常にね、初回からハマったかなと思いますね。でね、あと巨人気になったのが、やっぱりそのね、1回の裏にこのね、塩見の全力疾走とかをね、見てるっていうところもあって気になったのが、2回の表、先頭ね、丸が、セカンドゴロ打つんだけども、山田がちょっとファンブルしてね、で慌てて取って、ちょっと後ろに転がってね、慌てて取って投げたら、画面上、打った後の走塁が見えてなかったから分かんないんだけど、楽々アウトだったんだよね。全力疾走してませんよねっていう。あれ、もっと全力疾走してたら、アウトになったかもしれないけど、結構ギリギリのタイミングになったと思うの。それが、前だったわけで、後ろにこぼれて、それ拾って投げて、楽々アウトって、絶対全力疾走してなかったと思うんだよね。まあ、8割走もしてなかったと思うんだよね。打った瞬間アウトっていうぐらいの。俺はね、この短期決戦はガチで本当にね、やんないと足元すくわれるよ。ね、そういったところをね、の差が4対0にね、初戦出たんじゃないのかなっていうね、2回の表、この丸の走塁っていうところにちょっと俺は気になったね。ちょっと画面見えてなかったからね、ひょっとしたら全力疾走してたかもしれないけどね、そこはもししてたらね、ちょっと申し訳ないっていうところはあるけども、ちょっと見れなかったけど、そういうのは感じたね。で、あと、まあ、3回表ね、先頭、吉川がライト前ヒット打って、こう、どうすんのかなっていうところで、小林三振。で、山口がバント遅れない、パッと。で、松原三振っていうところでね、ノーアウト選んだで、だから、この小林が打てないっていうところがきついよね。1割あるかないかっていうところで、やっぱり7人で攻撃しなきゃいけないから、もう思い切って小林バントでもよかったよね。もしくはもうエンドランとかするかだよね。多分、無策で打ちに行ってもなかなか厳しいと思うんだよね。そういったのもちょっとなんかちぐはぐ感あったよね。まああと3点差っていうのもあるけど、まあ3回だから1点ずつでも俺は良かったんじゃないのかなと思うし、で、あと、まあ5回ね、巨人、先頭ウィーラーがね、レフト前打って、で、大城、ライトフライ、ワンアウト。で、吉川、ライト前ヒットで繋いで、ワンアウト1、3で、ここでね、小林、代打、亀井。で、レフトフライ、浅めのタッチアップできず。で、八百板が、見逃し三振、最後ね。まあ、最後の球はすごいよ。奥側が、あのカウントからあのアウトコースギリギリ投げれるっていう、この奥側がすごいんだけど、やっぱりその前に起用になったのが、スリーボール、ワンストライクからインコース高めのボール球空振りするんだよね。あそこ見逃さなきゃ。そしたらフォアボールだったのにもかかわらず、あれを振って最後見逃しは、ちょっといただけないよね。正直ね、ちょっと寂しい感じ。でも俺がもっと気になったのは、8回表に代打中地センター前ヒット打つんだけど、俺言ったじゃん、中地対ヤクルト3割7分中地の中では対セリーグの中で一番打ってて、ヒットも10本自己最多 で打点も7と、セリーグ相手の中だってヤクルト一番活躍してて、 OPS も、926と、で得点圏なら3割3分3厘と、中地何気にキーマンになると思って大代表見たら中地って言ってなかった。俺中地スタメンでもよかったと思うよ。あとはここの、まあ、亀井もすごいけど、対亀井がね、まあ、シーズンとねこの短期決戦は違うから、その一概に言えないんだけども、俺は
中地を小林のとこに使って、で、ピッチャーのところに亀井でも、俺は良かったんじゃないのかな、というようにね、感じるよね。で、そしたらね、まあ、亀井が引っ込まなきゃいけないけども、中地ファーストでね、で、大城がキャッチャー、クレバー、いけるから、まあ、ウィーラーを動かすっていうのも、まあ、あったんだけどね。でも、俺は中地行ってほしかったな。まあ、明日高橋奎二だからね、中地出ると思うけども、俺は何、中地キーマン。だから、中地とウィーラーがね、キーマンになるんじゃないのかなってね、いう感じでね、この対戦成績見てるとね、感じただけにね、ちょっとそこ、メンバー表見たときね、思ったね。あと、やっぱり最終的にはやっぱりヒットが出るんだけど、単発だったんだよね。巨人は7回からね、先頭回るレフト前ヒットで出るけども、ウィーラーのダブルプレイでね、チャンス広げられないとかね。8回もね、まあ2アウトからだけど、中地ヒットって松原三振。で、9回も若林がね、先頭ヒットで出るけども、坂本丸ウィーラーとね、続かなかったっていうところで、まあそこはね、奥側が本当に素晴らしいピッチングだったっていうところでね、まあなかなかね、今日はもう初回のね、3点で決まっちゃったかなっていうね、ところはあります。でもね、ほぼ、データ通りのね、松原はね、ちょっと対ヤクルトね、対戦成績が悪いっていうところでね、今日も三振含むノーヒット。で、ヒット打ってんのが、若林、丸、ウィーラー、で、吉川、で、中地。ね、ちょっと吉川のね、こと昨日、言ってなかったけども、吉川はね、対ヤクルトね、2割9分2厘と、まあ、阪神の次に打ってんだよね。で、ヒット14本。だからまあ、そこそこね、出塁3割3分3厘と。ヤクルトに対して相性いいっていうね、ところもあって、結果ね、ヒットだけ打ってる選手を見ると、やっぱり全員、ヤクルトに相性いい選手が、やっぱり打ってんだよね。そういったところで、明日中地にね、俺は期待したいなっていうところと、ヤクルトはね、もうほぼ完璧なね、戦略。まあ今もうエースだね、奥川がね、エース奥川が投げて、でそしてね、その後ね、しっかり先制して、で最後のね、この7回、っていうところもね、まあ、この明日につなげていかなきゃいけないっていうことを考えると、まあ、この初回の3点だけ終わるんじゃなくて、どっかで中押し、ね、ダメ押しっていうところが欲しいところで、まあ、7回にね、戸郷から畑に変わって、戸郷もね、いいピッチングしたんだけどね、畑に変わって、西浦がね、レフトツーベース。で、奥川がね、しっかり送りバント決めて、ここで山口と違うところよ。で、その後塩見がね、まだタイムリーツーベースで1点取るっていうね、ここがね、大きかったね。この1点っていうね。だからこの、ヤクルトっていうのは、この、下位打線と上位の、この連動だね。非常に素晴らしかった。あと山田村上がね、ヒット打ってないっていうところでね、まあ明日以降どうなるのかっていうところはあるけども、そういった面でもね、いい感じの、投打のね、バランスも良く、非常にね、ヤクルトとしては素晴らしい、勢いに乗る勝ち方がね、できたんじゃないでしょうか。で、明日はね、ヤクルト、高橋奎二。巨人、菅野ということでね。まあ、巨人はもうこの菅野でもう負けたら終わりよ。ジエンド。正直。菅野で負けたらもうジエンド。もう最終戦と思ってね、やる必要がある。菅野はね、中4日で投げてきて、対阪神戦のように完璧なピッチングができるのか、高橋奎二が巨人相手に自分のね、甘めに投げて強く。ね。で、コース狙いすぎないっていうところのシーズン2良かったことが、この短期決戦クライマックスシーズンになったとしても、臆することなく同じようにできるかどうかが勝負。このね、高橋奎二と菅野の戦い、どうなるのかね。明日は山田、村上が打つのか、巨人は坂本が打つのかっていうところがね、非常に大きなポイント。やっぱり一番のポイントはね、やっぱり巨人はね、中地が出るかどうかよ。俺は中地ね、出ると思うけど、中地がどういう働きをするのかが、俺は巨人にとって、やっぱ得点源、一番大きいになるんじゃないのかなって、密かに今日のヒットを見たら、さらに予想します。さあ、ということでね、今日はこの辺で、ですけども、まあね、大事な初戦、オリックスはね、しっかり山本で勝って、ヤクルトはね、奥川が完璧なピッチングと、アドバンテージも含めてね、両チーム2勝ということでね、あとマジックになりましたね。さあ、明日はね、どういう展開になるのか、ロッテ、巨人、明日負けたらもう終わりですよっていうぐらいのね、展開になると思います。さあ、明日もね、しっかり試合終わったらね、コメント、佐々木チャンネルしていきますので、皆さんぜひ明日も見てください。ということで、ファイナルステージ、初戦はオリックスとヤクルトが勝利でした。第2戦も皆さん、要チェック。